皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。高評価、チャンネル登録、拡散もよろしくね。今回はリコリコのあのキャラを解説していくぜ。お願いします。俺の力を思い知れ。ということで今回解説するのはリコリスリコイルの登場人物、ロボタだぜ。敵キャラの一人ね。ということで解説していくぜ。ロボタ、リコリスリコイルの登場人物で、裏社会で活動する自称世界一のハッカーだぜ。常にアンティークメイタロボットの被り物を被って素顔を隠しており、彼の素顔は不明だぜ。また、頭のランプは単なる飾りではなく、本人の感情に合わせて点灯することもあるぜ。どういう仕組みなんだろうな。自信過剰で傲慢な性格で、自己顕示欲が非常に強いぜ。見た目からなんとなくわかるけど、小物よね。そうだな。とにかく小物だぜ。ネット経由で車両の自動運転機能を乗っ取るなど、ハッカーとしての実力は確かだが、日本一と評されるウォールナットとは実力に大きな差があり、不満を募らせていたぜ。そして、アラン機関の吉松と共謀してウォールナットを殺害し、自身がトップハッカーに君臨しようと目論んでいたぜ。自分が一番になるために上の者を蹴落とすというやり方の時点で小物感満載だぜ。ウォールナットを殺したと思って完全に浮かれてたわよね。結局抹殺計画はキッサリコリコの面々の妨害で失敗したが、偽装工作によりロボタは成功を疑っておらず、日本一になったと浮かれているぜ。このような思い上がりの強さや自己顕示欲の強い面が強調されてたことから、吉松には道具と言われてるぜ。視聴者からも小物と思われてるぜ。テロリストの真島にも相当上から目線で協力を持ち込み、一度は一蹴されてたぜ。その後はなんだかんだで協力するようになったみたいだけどね。だが、協力したまではいいが思うような成果が出ず、ロボタは真島に、DA の本拠地を見つけないとお前を殺すと脅されたぜ。その後は DA のアジトは見つけられず殺されかけるが、真島が千里に興味を持ったため、殺されずに済んだぜ。ロボタは真島になんだかんだで献身的に協力したため、最終的に千里殺害は失敗したが、真島からの信頼を辛くも勝ち取ることに成功したぜ。以降のロボタはかなり有能な働きをしてたわよね。ちなみに真島との絡みが増えてからはロボタというキャラクターに深みが増しており、登場当初の低い評価から一転し、憎めないキャラになってるぜ。真島関連でひどい目にあったり、真島との凹凸コンビ感が光っており、ロボタのうざいキャラが緩和されてるぜ。また、真島と組んでからは本当に有能な働きをしており、真島からはマイハッカーと呼ばれるまで信頼されるようになってるぜ。真島と絡むようになってからは憎めないキャラになったわよね。真島に千里の過去の情報を提供したり、ロボタが作成した USB を真島が警察署に差しに襲撃した時は作戦を進めるためにダミー映像を使ってリコリスたちの初動を送らせていたぜ。余談だが、彼の下着はトランクス派らしいぜ。また、次回予告は基本的に真島と担当しており、彼に千里関連の情報を提供するが、彼の意にそぐわず、制裁を受けるのがお約束になってるぜ。シリアスな本編とは打って変わってコミカルになってるぜ。真島とロボタの次回予告めっちゃシュールよね。本名、素顔、年齢ともに不明だぜ。真島はニュースで30代であるかのように描写されてたり、ウォールナットは生年月日、血液型が明かされてる中、ロボタは一切明かされておらず、地味に謎だらけだぜ。性別はトランクス派と言ってることから男性だと思われるぜ。服装も男性のものだしな。まあ、男にしてはかなり高い声ではあるがな。どうやら素顔を見られるのはいやらしいぜ。声優は男の人みたいだし、男性なんでしょうね。ハッカーとしての実力は確かに高いが、慢心することが非常に多いぜ。また、ハッカーとしての技量はウォールナットに遠く及ばないぜ。ウォールナットはラジアータを USB なしでハッキングしてたのに対して、ロボタは真島に USB を刺させてからラジアータをハッキングしてたぜ。その他にもロボタとウォールナットの力の差が歴然であることが描写されており、はっきり言ってロボタの実力はウォールナットより格下だぜ。まあ、USB にハッキングするデータを搭載するのも相当難しいらしいからそれができるロボタのハッカーとしての実力も相当なんでしょうけどね。確かに、DA をハッキングできるような USB を作成できるのはそう多くないようだぜ。ロボタ曰く、これを作れるのは僕だけとのことだぜ。ウォールナットもロボタの技量は評価してる描写があり、ウォールナットがいなければ本当に日本一のハッカーだったのかもしれないぜ。普段の小物な言動のせいであまりそれを感じさせないがな。
どうやら、吉松と関係があっただけにアラン機関の内情を多少は知ってるっぽいぜ。ただ、電波塔事件の首謀者が真島であることは知らないようだったぜ。アラン機関の内情に関しては真島ほど詳しくは知らないっぽいけどね。また、ハッカーという立ち位置、強力な相方がいる点など、ロボタはサイコパスの悪役であるチェグソンに近い立ち位置だぜ。対して真島はチェグソンの相方である牧島との共通点が目立つぜ。ただ、ロボタとチェグソンはあまり性格は似てないし、雰囲気もチェグソンの方が不気味のため、牧島と真島ほど比較されることはないぜ。逆に真島と牧島はあまりにも共通点が多すぎるせいで真島の元ネタは牧島なのでは?と言われてるほどだぜ。真島と牧島は名前も似てるしね。ということでここからは彼の主な対人関係について話していくぜ。お願いします。真島とは利害関係の一致で協力してるぜ。最初は決裂寸前にまでなったが持ち直してるぜ。以降は真島はロボタを信用するようになってるぜ。対してロボタは真島を恐れてる描写が多いぜ。信用を勝ち取ったと言ってもちゃんと質問に答えないと銃を向けられるしな。それでも関係が改善されてからは真島に気やすく接してる描写も多いため、お互い信頼してるのは確かのようだぜ。次回予告の二人のやりとりはコミカルよね。ウォールナットに対しては対抗意識と嫉妬心を抱いてるぜ。また、自身がウォールナットに及んでないことを自覚してる描写もあるぜ。ウォールナットを殺しにかかったのもウォールナットに対する嫉妬心から来てると思われるぜ。対してウォールナットはロボタのことは基本的に相手にしてないようだが、彼の実力を評価してる描写もあり、一目置いてたようだぜ。それでもロボタとウォールナットは運命の差があったみたいだけどね。吉松とは利害関係に過ぎないぜ。そもそもロボタが真島に協力を仰いだのは吉松から命令されたからだぜ。吉松から受けた依頼は忠実にこなしていたらしく、彼からは高く評価されてるぜ。だが、実際は道具のように扱われており、見下されてたようだぜ。ロボタは吉松に対して信頼されてると信じきってるようだな。劇中では彼に無茶振りされてる描写が目立ち、ロボタの不憫さがここでも垣間見えるぜ。ロボタの主な対人関係はこんな感じかしらね。ということでここからは彼の結末を話していくぜ。お願いします。ロボタは10話にて本格的に活動を開始したぜ。真島があらかじめ警察署にロボタが作成した USB を挿しており、これを使ってラジアーターを無力化したぜ。しかも円空獄内の映像も常に映りっぱなしになっており、これのせいでリコリスの存在が公になってしまったぜ。ロボタ結構でかいことをやらかしてるわね。ラジアータは完全にロボタに乗っ取られたと言っていいぜ。ここまでラジアータをハッキングしたのはウォールナットぐらいでロボタの手腕の高さが伺えるな。その後は千里を宮殿波塔に誘い込んだぜ。しばらくの間、ロボタは勝ち誇っていたが、ウォールナットが作成した USB を千里が円空獄に刺したことで逆にロボタの機械がハッキングされ、さらには場所まで特定されてしまい、ウォールナットに通報され、警察に捕まったぜ。これに関してはくるみ強すぎよね。ちなみにウォールナットが生きてることは夢にも思わなかったらしく、驚愕していたぜ。その後は警察に捕まり、被り物を取られそうになるが、被り物を取られるのをめちゃくちゃ嫌がってたぜ。どうしてここまで顔を見られるのが嫌なのかは不明だぜ。まあ、ウォールナットも顔を隠してたし、ハッカーだから顔を見られるのが嫌なのかもな。ハッカーは顔を見られない方が続けやすいみたいだし。でもロボタがリコリスの存在を示しちゃったから捕まえても後の祭りな気がするわ。実際、ウォールナットによって隠蔽工作され、ある程度機能したものの、ロボタによって日本にはわずかながら疑念を生んでるものが出始めてるようだぜ。ロボタと真島の目的そのものは完遂されており、ぶっちゃけ DA 側の敗北と言っていいぜ。ばらまかれた10も13話の時点で完全に回収しきれてないしな。ちなみにロボタは捕まった後は洗いざらい白状したらしいぜ。まあ、ロボタは少し脅せば口を開いてたので元から口は軽い方なのかもな。言うても命の危険となれば誰でも白状するとは思うけどね。だが、ロボタが何気に DA サイドに与えたダメージは大きく、真島サイドでは影の功労者と言えるぜ。これでロボタの解説は終わりね。総括すると彼は小物な人物と言えるぜ。だが、愛嬌のある面もあり、憎めない人物と言えるぜ。そうね。ということでロボタの解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。